月11日このシーンを撮影中の我々映画班のキャメラマンは理由もなく逮捕された。我々はすぐ別のキャメラを回した。映画班どこで捕まったんですか？あそこ、あの道、道なの。どうして捕まえたんだ？なんで捕まえたの？捕まえたの？うちらここにいたからね。ここにいたの、ここのやつなんか、まあ、暴力行為やったんだよ。ここで、うん、何もしねえや、何もしねえやつのね、うん、何だよって来たらこの野郎って追っかけてきてね、うん、その畑で持って組み伏せで叩いたんですよ。砲弾が、あの映画班が何のため捕まったか知らないよ。それ捕まってなんか乱暴されてんだ、あの人が一生懸命よ。やら今の暴力行為ははっきり切りつけてもらわんね。小田の連中叩いたの？小田の連中が叩いたんだよ、ここで。わからないじゃしょうがないですよ。二人対応してるとわからないってことありますか？名前教えてください。名前教えてください。名前は私は大変だから言っていいですよね。そんなことないですよ。あそこ行って聞いてみないわ、いるか。あそこに行って聞いてみようとありますか、ね、それは国民の項目ですか、ね、そんなことない、ね、舞台のね、そういうことですか。舞台のね、名前教えてください。これどれだろう、舞台のね、舞台は言っていてそんなこと言わないように言われてるんですよね。そして言わないんだ、その名前を。言う必要ないんだよ。責任者は責任持つべきだろ。責任者じゃないよ、いや、責任者いるだろ。必要ね。そんなことはありませんよ、あなたは責任者でしょう。責任者がない、責任者もここにいるわ、ちゃんといるわ。責任者じゃはっきりしてください。はっきりしてください、あなた方が対応したんです。そんなことありますか。じゃあ行きましょう、行きましょう。あなたは責任者ということにしたんです。現場にあんだからね。ちょっと何ですかこれ。ちょっと待ってください。もっと待ってください。公務執行妨害になるよ。公務執行妨害ってことありますか。教えてください。逮捕理由を教えてください。逮捕理由を教えてください。私は知らないってことは、あなた責任者でしょ。だからね、責任者じゃないよ。逮捕理由を教えてください。逮捕理由を教えてください。逮捕理由ないよ。本人つければいいんだから、本人につければいいんだから。はい、明日新聞にどう出るか分かりますか。本人なさいよ。だからね、本人逮捕理由はね、逮捕ってことですよ。いや、これは本人につけばいいんだよ。どう、何するんですか。逮捕理由を聞きに来たんですよ。逮捕理由を言うのも責任。逮捕理由を本人に告げればいいんですか。逮捕理由を聞きに来たんですよ。それはお互いに言う必要はないんですよ。どうしてですか。どうしてですか。いいんだよ、もうこっちなさいよ。どうしてですか。逮捕しておいて、そうだよ、逮捕しておいて何してんの。逃げてください。